ゴダールという映画作家のお話をしておきます。で、彼がですね、映画史という非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言っているんですね。つまり、映画とは何か、それは nothing、つまり何者でもない。では、映画は何を望むのか、それは everything、つまり全てを望むのか。では、映画には何ができるか、それは something、つまりちょっとした 何ほどかのものだということです。逆に我々はですね、その彼が映画について言ったことを、アートについて、あるいはアーティストについて、一般化して、で、アートとは何か、それは何者でもない。しかし、アートは何を望むかと言われれば、それは全てを望むということなんですね。で、その結果、アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるというふうに、言い換えることができるというふうに思います。で、その中で、まず第一にですね、言いたいことは、自分は何ほどでもない。アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分のそのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二にそこで、じゃあその自分は何者でもないから萎縮して終わりかというとそうではない。何者でもないからこそ全てを望むんだという野心を持っていただきたいと思います。でこのように一方ではですね、まあ、自分は今まで絵が上手いとか何とか思っていたけれども、そんなものはどうってことないんだと。自分はゼロだと。に一回認識すると同時にですね、そのゼロである自分が、全てを、要は無限を望むのだ、全てを変革することを望むのだという野心を持たれたときに、まあ、その狭間でですね、皆さんが何ほどかのことをなしで、私を、ここの教員たち全てを、さらには世界を、大きく驚かしてくれることを確信して、最初の挨拶というふうにしたいと思います。はい。狂気イコール主体の分裂芸術創作室。狂気をその身にはらんだ倫理的狂人芸術家、藤岡隆行、成田悠輔賞賛。2020年代に活躍している成田悠輔さんは、80年代の第一級の知識人である、浅田彰氏、蓮見重彦氏、唐谷公人氏のありようを反復している。圧倒的知的旅力。知識人としての倫理観。他者とのコミュニケーション能力。オリジナルなユーモアのセンス。すべてが第一級だ。詳しくはウェブサイトで。バイ。